入ってみますか。リオ様は地上で隠居なさっている。ああ、なるほど。もう、ご隠居になってしまったと。OK です。で、小部屋さん。引き換えると、あ、なるほど、OK です。こんにちは。青龍は赤い宝玉をとても大事にしているんだ。確か赤い玉と青い玉を集めるような気がしますね。竜王様は青い宝玉を持っていらっしゃる。なるほど、やっぱりそうですね。ここは復活の館ですかね。復活の館と。OK で、へへへ、線が交わったところで、兄ちゃんよ、交わった。へへへ。線だぜ、へへ。すごく怪しい喋り方なんですけど、この人の言葉がヒントになってるんですね。線が交わってるっていうのを覚えておくといいのかなと思います。武器屋で、三王の剣がここでしか売ってないのかな？新しい武器ですね。ミスリの盾ととても売ってますね。あと、浄化の本でちょっと何使うんだっていう本が、後でこれもご紹介したいと思います。ケアルの書初めて出ましたね。じゃあ、ミスリルの盾だけとりあえず買っていきます。ミスリルの盾を装備して OK。はい、OK。空気の見えは0ケロみたいですね。一旦占いでおきましょうか。はい、ちっちゃい町なんですが、こんな感じで、竜宮城がまた、なんて言うんでしょう、洞窟を抜けた先にあったかと思うんですね。ピラニアさん。これは今、エデルが鳴ってるやつですね。OK、ピラニアの肉は食べないと。洞窟で、お、グリフォン、新しい敵ですね。おお、そんなに強いんだけど、OK。ピラニアのミスト、OK です。右には何かあるのかな？あ、右が当たりコースなのかな？うん、あ、そうですね。こっちは外れと。ピラニアさん。あ、ですね、ここがですね、ちょっと、憎いダンジョンというか、かなり、枝分かれしてるんですけど、出口は1個しかなかったっていう感じですね。すいません。何個目かちょっと忘れちゃったんですよね。1、2、3、4、5。5個目あたりだったような気がしたんですけど。あ、違った。4つ目が出口だったかな。もう一つ何かありましたね。こっちは何だろう。あ、こっちが正式な出口だったのかな。なんか、一つ外れみたいなんですよね。ドラゴン、あれですね、前に食肉で変身したやつですね。ここで出てくると、ほい、あ、なるほどなるほど、やっぱりこっちが外れのフィールドかもしれませんね。うん、そうですね、こっちがやっぱり外れっぽいな。うん、強い。おお。コモドドラゴンと言って。
はい。じゃあ、正規ルートの方で行ってみますか。左は特に何もなかったかな。特に何もないですね。4つ目だったかな。1つ目、2つ目、3つ目、4つ目と。あ、OK です。で、こっちに竜宮城があるということですかね。こっちかな。ああ、なるほど、なるほど。右下の方にあるという感じですかね。ありましたね。ここにお城があると。他には何もなさそうですね。はい。ここに青龍がいて、青龍を倒して玉を取って、また、おじいちゃんですね。竜王様に会いに行くっていう感じなんですが、今回はですね、一旦ここで終わりにしようかなと思います。青龍を倒す前に、アイテムを、武器を紹介したり、あとは食肉を進めて、どんどん進化させていこうかなと思いますので、あ、歩くサボテン出ましたね。これも実は、食肉のシステム上、ちょっと変身できないモンスターになるんですよね。ちょっと使ってみたかったんですが、ダメなやつでした。ワンダースワンバンドと改良されてて、変身できるようになってるみたいなんですけどね。ゲームボーイ版をなんか踏襲してるみたいなので、ただこれの、その食肉表というか、のシステム。なんで、変身できないという感じになってます。あ、衛兵初めてですね、ロボット系の敵だったかなと思います。サンダーの瞬で、エビルを倒すと。うん。ちょっと HP 高めなのかな？おお、毒がちょっと痛いですね。OKOK。レッドボーンも結構タフですね。エビルは食べないと。ちなみにですね、海底で空気の実を捨てるとどうなのか、ちょっとやってみましょうか。捨てていく。これで捨てました。空気の実はない状態なんですけど、これで出て、活動は普通にできるみたいなんですけど、息が続かない。あ、なるほど。空気の実を持ってないとこんな感じで息が続かないって言って戻されちゃうみたいですね。また無限に手に入るので取りに行く必要があるって感じですね。はい、それではですね、ゴージュさんの武器紹介コーナーやっていきたいと思います。海洋世界は3つ村があって、手に入るアイテムがこんな感じなんですけど、その中で新しい、アイテムというのが、力依存の武器だと、青龍と刀、サンゴの剣ですね。素早さ依存の武器だと、サーベル。これが初期装備で装備していたものですね。魔力依存の、装備だと、クラウダの章、念仏の章、あとは回復でケアルの章、あとは杖で魔術の杖っていうのがあって、この4種類で、その他武器っていうのが、岩と、で、リンジャー、これが塔の宝箱で手に入れたやつですね。あとはサブマシンガン。で、体術が種類が多くて、三段突き、飛び膝蹴り、山嵐、地獄車。クロスカウンター、これが反撃技で、流し目っていうのが、状態異常技になってますね。で、あとは防具で、ゴールドの盾、ゴールド兜、ミスリルの盾、ミスリル兜、ミスリルの小手、ミスリルメイルっていう感じですね。で、ですね、一つずつ説明していくとですね、力依存の、武器はですね、青龍刀が力依存の性能5、刀が性能6、サンゴの剣が、武器性能が8で、キングの剣と同じぐらいの攻撃力があるので、これがサンゴの剣が一番おすすめかなと思います。でさらに水性特攻がついていて、水性属性というのが、魚と
タコとカニの3種類だけだったかなと思うんですよ。なので結構海洋世界で出てくるので、本当におすすめな武器になってます。で、素早さ依存のサーベルなんですが、一応素早さが高ければ結構有用なアイテムではあるんですけど、サンゴの剣の方が個人的にはおすすめかなというふうに感じました。で、ですね、魔力依存の武器、これクラウダの書っていう毒属性の魔法が、初めて登場なんですけど、魔力依存で、攻撃性能が6あるので、結構おすすめです。で、一応ですね、魔術の杖っていうのが炎属性のグループ攻撃で、ファイヤーの書と、効果的には変わらないんですけど、攻撃性能が7あって結構高いので、これを使うのがおすすめかなと思いました。で、特殊な魔法書の念仏の書っていうのが、アンデッド限定でダメージを与えるようなものになってます。一応グループ攻撃なんですけど、アンデッド以外に当てても効果がなかったような感じですかね。なので念仏の書ちょっと特殊なんですが、ただアンデッドには効くのでおすすめです。攻撃性能10もあるので、アンデッドが出たら使ってもいいのかなという感じです。で、ここで初登場のケアルの書なんですが、癒しの杖より性能的には低いみたいなんですよね。なんで、個人的には癒しの杖の方がおすすめかなというふうに思いました。はい。で、特殊武器が、岩、デリンジャー、サブマシンガンで、岩なんですが、回数が16回。で、攻撃が100前後ぐらいのダメージを与えるっていう感じで、単体攻撃になってますね。で、デリンジャーが宝箱で手に入れたやつなんですけど、攻撃回数30回の、使用回数か、が30回。ダメージが40前後で、単体攻撃なんですけど、これは命中率が力に依存するようなので、力のステータスが高い人が装備すると当たりやすいのかなっていう感じです。ただ結構育ってくるとあんまりダメージ的には弱く感じてしまうんじゃないかなと思いました。で、サブマシンガン初めにかなりおすすめだっていうふうに、前回かな、紹介させていただいたんですけど、これが、25回使えて、攻撃性能的には50ダメージ前後ぐらい与えるんですが、必中でグループ攻撃っていう感じで、これが結構人間男に装備させて、よく使っていたんですけど、かなり使い勝手が良くて、ダメージも50前後でちょっと、なんて言うでしょう、ちょっと物足りなくも感じるんですけど、まあ、グループ攻撃っていうのが大きいのかなと思って、なんで魔法書を使いにくい人間種族なんですけど、サブマシンガンで結構、何体も攻撃できるっていうメリットがあります。はい。そんなところで、次に体術ですね。体術ここで一気に出るんですけど、三段突き、飛び膝蹴り、山嵐、地獄車。これが素早さ依存で、かつ残り使用回数が減ってくるとダメージが大きくなるっていう感じで、違いとしては攻撃性能と使用回数なんですけど、パンチとキックと合わせて、一番弱いのがパンチ。で、一番強いのが地獄車っていう感じなので、使用回数が少ない方が基本攻撃性能は高くて、ラストアタックまでも、道のりもちょっと短くなっているので、おすすめかなと思いました。ただちょっと高いのがデメリットというか、ちょっと買うには、海洋世界で買うには、ちょっと高く感じるんですよね。なんでそこがデメリットなんですが、まあ、とにかくラストアタックだから強いので、おすすめですね。で、クロスカウンターっていうのが、反撃待ちの技になるので、ダメージを食らわないと特に何もしないんですけど、もしダメージを食らったら、そのダメージの2倍のダメージを相手に返すっていう感じの、技になります。ちょっと使い勝手が悪かったりするんですけど、ですね。なんで、あんまり個人的には使わなかったですかね。流し目は、グループ攻撃なんですが、ダメージではなくて、混乱効果を与えるものになります。敵によっては使い勝手がいいのかなとも思ったんですけど、個人的にはあんまり使わなかったかもしれません。
はい、そんな感じですね。で、防具に関しては、ゴールドの盾とミスリルの盾があるんですけど、それぞれゴールドの方が回避率が 40% で、ミスリルの盾の方が回避率 50% っていう感じになってます。どっちも使用したターンじゃないと効果が発揮できないので、なので、使用回数もあるっていう感じですね。で、その他の防具に関しては、やっぱりミスリル系がおすすめですかね。防御性能が単純に高いので、ミスリル系がおすすめっていう感じになってます。なので、まとめると、おすすめの武器は、一応サンゴの剣か、魔法系だと魔術の杖ですかね。で、特殊武器だとサブマシンガンが個人的にはおすすめです。で、体術は、地獄車が一番強いんですけど、値段的には三段突きあたりがちょうどいいのかもしれませんね。で、防具はミスリル系がおすすめっていう感じになってます。はい、じゃあこんなところで、宝珠さんの武器紹介コーナーは終わりになります。じゃあ続けてプレイしていきます。はい、それでは、いつも通りエデルさんの食肉進めていきたいと思います。今回はレベル3のモンスターですね。9体いるんですけど、そのうちの2体、エビルと、歩くサボテンに関しては、変化が不可能っていう感じになってるので、全部で7体っていう感じになりますかね。はい、それでは行ってみましょう。まずピラニアから始まっているんですが、ライノサウルスの肉を食べてジャガーに変化します。で、ここでレベルが、レベル3に上がるっていう感じですね。で、ジャガーが歩くサボテンの肉を食べて、踊り凧に進化します。で、ここからですね、ちょっと大陸世界の方に戻っていって、大陸世界のゴブリンか、もしくは塔の中に出てくる鬼を食べて、変化させていきます。で、一応ですね、鬼系モンスターを食べて、大目玉に変化した後、もう一度ですね、鬼系モンスターを食べると。で、そうすると、ウェアウルフに進化します。で、ウェアウルフが骸骨、これも大陸世界ですね。骸骨のモンスターを食べて、ごめんなさい、骸骨の肉ですね、を食べて、ここは一旦アルバトロスに退化するような感じになるんですが、アルバトロスに戻ったらですね、もう一度海洋世界の方に戻ってきて、歩くサボテンの肉を食べることで、ここでグリフォンに変化します。で、グリフォンに変化したら、もう一度ですね、塔かもしくは大陸世界に戻って鬼系モンスターを食べると。そうすると、レッドボーンに変化して、レッドボーンがウェアウルフの肉を食べてライノサウルスに変化するっていう感じですね。一旦エデルさんはここで、食肉は終了になります。それで、ついにミシェルさんがですね、復活させていただいて、で、もともとアルバトロスで、気絶していたんですが、ボスの青龍の肉を食べることで、ベビードラゴンになるので、ここも青龍を倒した後にご紹介できればなと思います。はい、変化できないモンスターのエビルと歩くサボテンなんですが、一応ステータスはこんな感じですね。なんか、使用上変化できないんですが、ちょっと使ってみたい気持ちもあって、ちょっと悔しいところですね。ワンダースワン版だと、調整がされていて、変化することができるようになってるみたいです。まずは、エデルさんですね。ピラニア。オッケー、ライノサウルス落ちました。エデルに食べさせます。ここでレベルが上がって、ジャガーに変化しました。ジャガー、HP103、攻撃18、防御12、素早さ16、魔力が7。爪と噛みつき2つ使えていいですね。13。23。出た、歩くサボテン。炎で一気に片付けていきましょう。オッケー。で、肉が落ちていると。で、このままエデルに食べさせていきます。で、エデルは踊り凧に変化すると。で、踊り凧が、HP126、攻撃13、防御11、素早さ12、魔力が7と、食
殊と炭と電気。電気が弱点なんですが、炭っていうのが使えると。ちょっと使っていきましょうかね。女神ね、暗闇になったぞ。オッケー、ゴブリンの肉落ちました。エベルさんに食べさせていくと。大目玉に変化したと。大目玉が、スライム系の絵か。HP82、攻撃8、防御12、ガヤが6、魔力が22と。魔力結構高めですね。眠たい目っていう謎の技と、自信に強いと。浮いてる感じですかね。おー、眠る技って感じですかね。オッケー、ゴブリンの肉落ちました。で、先生に食べさせていくと。で、ウェアウルフに変化したと。ウェアウルフが、HP103、攻撃17、防御7、素早さ11、魔力が13と。丸武器と牙を持っているっていう感じですね。牙が強そうな感じかな。オッケー、骸骨の肉落ちました。骸骨の肉を、エデルに食べさせると、アルバトロスに戻っちゃうんですけど、一旦ちょっとアルバトロスに戻しちゃったんですけど、次に、歩くサボテンを食べさせると。オッケー、歩くサボテン手に入れました。そしたら、アルバトロスに食べさせると。クリフォンに変化した。クリフォンが、HP103、攻撃15、防御14、素早さ21、魔力22。爪とくちばしが使えて、丸自信と。なるほど。オッケー、鬼の肉。落ちました。じゃあ、エデルに食べさせて、レッドボーンに進化したと。レッドボーンが、HP103、攻撃12、防御6、素早さ8、魔力17、骨毒針、丸麻痺武器ってのがいいですね。とバット炎。炎は弱点という感じか。使ってみよう。身を持っている。毒にも刺された。オッケー、ウェアウルフの肉落ちましたね。食べさせていきましょう。ライノサウルスに変化した。ライノサウルスが、HP150、攻撃21、防御16、素早さ14、魔力が9。角と突っつきって霊気が弱点という感じですね。ちょっと使っていきましょうか。うん、結構強いな。はい。こんな感じで、モンスターの紹介、今回はここで終わりにするんですけれど、おすすめをこの中で紹介するなら、このライノサウルスがいいのかなと思いました。ですね、HP が高いのと、攻撃力が、かなり高いという感じでおすすめです。角も頭突きも、まあでも、このレベルのモンスターはどれもなんですけど、やっぱり決定打に欠けるというか、そこまで、強くはないような印象なんですけど、まあ、その中でもライノサウルスがいいのかなと、個人的には思いました。死亡状態だと、止まっても回復できなくて、復活の館でも、ハートが残ってないよっていう感じになっちゃうんだよね。まだ生きてるよと。こんな感じなんですけど。で、アイテムのハートをミシェルに使ってあげることで、こんな感じでハートが1個になるんですよね。ハートが1個であれば、復活ができると。こんな感じですね。で、ハートはまた減っちゃうっていう感じになってます。いやー、しかし高いですね、ハート。